どうもこんにちは、鈴木のりの鈴木です。いつもご視聴ありがとうございます。さて今回はじゃん、ロメインレタスの食レポをやっていきたいと思います。はい、このロメインレタス、皆さんスーパーや八百屋で見かけたことありませんか？こんな感じのね、ちょっと縦長のねレタスになります。見たことあるけどこれ食べたことないんだよね、買ったことないんだよねっていう方、もったいない。これめちゃくちゃうまいんですよ。生でね食べるのはもちろん、サラダで食べても美味しいですし、これね炒めるとねめちゃくちゃうまいんですよ。炒めてもねシャキシャキしてねめちゃくちゃうまいです。個人的にはキャベツとか白菜よりもこのロメインレタスの方が好きです。ロメインレタスのロメインというのはですね、ローマという意味です。ローマ時代によく食べられたとか、その時代からね食べられているからとか、まあ諸説あるようですが、とにかくローマのレタスというふうに思っておけば間違いないと思います。こんな感じでね、歯がそこまで巻きません。巻かずに立った状態で成長するということでね、立ちチシャの一種でございます。よくシーザーサラダでね使われたり、してますが、まあ、炒めると絶品でございます。レタスチャーハンって美味しいじゃないですか。でもね、炒め物にするとへなってしまいますよね。ですがこのロメインレタスなら心配ご無用でございます。炒めてもシャキシャキ感が残ってとっても美味しいです。はい、では早速調理していきたいと思います。はい、できました。どうでしょうこれ。ロメインレタスとしめじ、そして豚肉のマヨネーズ醤油炒めでございます。個人的にこれが一番うまいっす。はい、じゃあこれいただきます。うまい、めちゃくちゃうまいです。これはねうまい。白菜みたいにちょっとシャキシャキした感じ、そしてキャベツのような甘みっていうのかな、それがあってめちゃくちゃうまいです。これこのシャキシャキ感。そう、ロメインレタスは炒めてもねこのシャキシャキ感が残るんでめちゃくちゃうまいんですよ。はい、レタスサラダとかね脇役にしてませんか。ロメインレタスはお肉と一緒に炒めることができるんでメインになり得ます。十分メインです。はい、ちなみにこれ、はい、これねこれロメインレタスの葉っぱなんですけど、先端の方は先端の方はシャキシャキ感ではなくてふわふわしてるんで、こっちは生でサラダで食べてもいいかなと思います。こっちも全然炒めてもうまいですけど。はい、ロメインレタスいかがでしたか？食べたくなりましたか？ロメインレタスの栽培時期は寒い時期でもできます。12月、1月、多分ね1月の紹介のところでロメインレタス紹介してると思うんですが、1月2月種まきロメインレタスできますんで、家庭菜園やられてる方ぜひロメインレタス試してみてください。それでは今回もご視聴いただきありがとうございました。この動画が参考になった方はグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。